いやー、雨が降ってきてしまいました。今回ね、橋広さんは青森県は龍飛岬に行こうと思ってたんですけども、雨がね、途中で降ってきてしまいました。家を出るときはですね、ちょっとね、曇りがちではありましたが、晴れ間も見えていたんですけども、残念ながら結構ね、雨降ってきてしまったんで、この先どうしようかなと思ってるところです。そして今いるところはですね、東北自動車道の津軽、サービスエリアでしょうかね、下りのサービスエリアになります。朝から何も食べていなかったので、こちらのコンビニ、セブンイレブンなんですね、でおにぎりとお茶を買ってお腹を満たしていきたいと思います。セブンイレブンの脇にはこんな風にですね、展示コーナーがあるんですね。ねぶた祭りの、出汁でしょうかね、出汁の模型があります。小さいんですけども、こう見るとね、表情とか結構迫力ありますよね。後ろのなんか提灯お化けみたいなやつってね、なんかちょっと怖いですけどもね、こんなに迫力のある顔をしております。そして脇の方に目をやると、だるまやこけしなんかもあります。さて、青森市で東北自動車道を降りて国道285号線を津軽半島を北上すると、津軽国定公園龍飛の津軽半島最北の駅ということで、民間屋駅がありました。こちらの方ですね、おそらく津軽線、 JR 津軽線の最終下りの最終駅になるかと思いますが、この駅ですね、いずれは津軽線全線乗った時に中の方まで紹介したいと思いますので、今回はね、外側だけちらっと見ることにします。そしてですね、こちらの方に地図がありますが、この現在の民間屋駅からですね、さらに北上いたしまして龍飛岬の方に向かっていきたいと思います。龍飛岬の灯台の近くにある駐車場に着きました。お土産屋さんもね、あるんですけども、そろそろ店じまいの時間になっております。そしてこちらが龍飛岬の灯台になります。ちょっとね、ここにも地図があるので、地図を見ながら、ちょっと解説をしていきたいと思います。こちらが外ヶ浜町の、龍飛岬の周辺マップということで、現在地がこのレストハウス前の駐車場になりますね。ここですね、ここが現在地になります。ここから歩いて上がって龍飛岬の灯台にちょっと行ってみたいと思います。こちらの方ですね、歩いてしか行けないので、この坂道を登っていきます。距離はね、大したことはないんですけども、ちょっとね、急なんで、おデブな橋広さんには、ちょっと辛いところがありますが、どんどん上がっていきたいと思います。海のもしもは118番、こちらの方ですね、こちらが灯台になります。反対側の方にはですね、海が広がっておりまして、風もね、ちょっとね、強くなってきました。当初ね、雨降ってたんですけども、こちらに着いたらですね、晴れてて、非常に良かったと思います。雲は多いんですけどもね、雨は降っていません。ちょっとね、ここらで休憩で下の方を見てみましょう。この辺ね、ホテルとかあったりなんかしてるとこなんですけども、この先の部分ですね、ちょっと見づらいですが、海の方からちょっと見て、海も結構綺麗ですが、これからちょっとズームしていきますけども、この茶色い塔のようなものが立っているところ、石の、石碑みたいのがあるかと思いますけども、こちらには後で行ってみたいと思います。そしてさらに坂道を登っていきますと、ようやく、灯台の方に着きました。こんな方にね、看板が出てたりなんかします。休憩用のベンチもあったりなんかしますね。龍飛岬灯台ということで、海上保安庁の方の、管轄になっております。これでね、海の安全を守っていただいているということになりますね。さて、それからですね、さらにもう少し上に行く道があるんですけども、こちらのちょっと階段になっておりまして、登っていくとですね、展望台みたいな風な感じになっているところがあるんですね。どんどん登っていってみましょう。
で、これが津軽半島龍飛岬ということで、今見えてるのが、灯台ですね。灯台からぐるぐるぐるっと、今夕日が見えてますね。だいたい5時ぐらいでしょうかね、時間がね。5時ぐらいで、夕日になりそうな太陽が見えてるところですけども、いや、綺麗ですね。風ちょっと強いんですけども、まあこのぐらいの風だったら、この場所だとね、そんなに風がない方なのかもしれません。見てくださいですね。この夕日というか太陽が反射している海と風強いですね。ぐるぐるぐるっとこちらの方再び灯台を見ています。灯台綺麗ですよね、白くてね。そして、展望台のね、展望台というかこちらの方一番端に来るとですね、北海道南連峰ということでですね、津軽海峡からですね、北海道の方、こんな風に見えるという風なですね、地図があるんですけども、残念ながら曇っててね、今回ね北海道は見ることができませんでした。このね先の方にあるのはなんか自衛隊の施設なんでしょうかね。こう有刺鉄線で囲まれててですね、中に入ることはできませんでした。なんかのレーダーなんでしょうかね。ちょっと八尾さんはよくわかりませんが、でこの展望台からですね、ぐるぐるぐるっと270度ぐらいぐるっとね見渡せるんですね。地図で見てもらうとわかるんですが、この龍飛岬の先端ね、とんがってるので、太平洋側から、日本海側、今ね日本海側から太平洋側の方に、カメラ回していますけども、ぐるっと見ることができます。そしてちょっとね下の方の駐車場に降りてきて、ここが有名な339号線の階段国道になります。ここからね階段で下っていくことになります。ここにね地図があるのでちょっと見てみましょう。現在地がここですね、上の方ですね。ここからですね339号線、ジグザグって下っていくと龍飛岬の観光案内所のところに出てくるようですね。アジサイがねまだ咲いてました。そしてこの階段、結構ね綺麗な階段、整備されている階段ですけども、幅はね狭いんですが、ここねずっと降りていくと、さっきジグザグっと降りていくとですね、観光案内所まで出る予定ですね。ちょっとね時間がないので橋本さんは今回ここ歩きませんでした。そして先ほど灯台に行くときにも紹介しました赤い、石碑があるとこですね、津軽国定公園龍飛岬の碑があるとこですね。そしてこれが有名な津軽海峡冬景色の歌謡碑になります。ボタンがついておりまして、なぜかねボタンの周りにですね、このたくさんのお賽銭が置いてありました。それでは押してみましょう。おっと、結構な音量です。結構なボリュームですね。音どこから聞こえてるんでしょうかね。あ、こっち側の方に一つと、下の方ですね、もう一つこっち側の方でステレオになってるんですね。今回ねこの歌を聴くためだけにここに来たんですけども、ちゃんとね聴くことができて満足しました。それでは帰っていきたいと思います。いやー、よかったですね。冬景色、龍飛岬から339号線を通って日本海側に抜けて、その後101号線でしょうかね、で南下してきました。で今ご覧になっている駅なんですけども、これ五能線の駅なんですが、轟駅と言います。非常にね寂れた感じの秘境駅と言われる駅なんですけども、こちらの轟駅かなり有名で、いろんなね写真だとか、あと YouTube にも、結構ね出てきている駅でございます。見てください、この空の感じ、ちょっとね神秘的な感じになってますよね。中の方を見ていきましょう。木造作りなんでしょうかね、ただのね四角い箱のような駅になっております。中の方こんな感じでガラーンとしてますね。さすがに人はいない状況ですね。こんな風になっております。ぐるぐるぐるっと見渡すと駅からの海の風景が見えますね。そしてこれは反対側の方です。ベンチみたいなのがあって、あとは何もないガラーンとした駅になっております。
いや、なんともね、寂しい感じの駅になっておりますね。こちら、時刻表になります。いや、見てください。ほとんどね、時刻表、電車がね、止まらないことになっております。3時間とか4時間とかね、間隔が空くのは当たり前ですね。で、こちら、路線図になります。等々力駅ですね。こちらの方になっております。そしてですね、よくありがちな駅ノートですね、バックナンバーと、あと駅ノートがありますね、ちょっとね、本みたいのも置いてあります。結構ね、待ち時間が長かったりするときの暇つぶしとかに使われているのかなと思っております。今回はこの駅ノートの中まで何が書いてあるかはちょっとね、読まないでおきたいと思います。これがですね、ホームの方、こちら側は、青森方向ですね。青森方向、竜飛岬方向ですか、から眺めているところになります。本来ならですね、夕日を撮りに来たかったんですね。ただ間に合わなくて、もう完全に沈んでしまった後の風景になります。夕日でね、この駅を、夕日をバックにこの駅を写真を撮ってですね、シルエットで写すとかなり綺麗なんですが、残念ながらそれは叶うことができませんでした。こちらの方、秋田側の方からのですね、風景になります。虫の声も聞こえてですね、風もね、ちょうど萎えてきてるところで、で、空は紫色に染まるというですね、かなり神秘的な格好になってるかなと思います。こちら、外の方から、再び等々力駅を、見ているところですね。こちら、竜飛岬側から等々力駅をぐるっと見ていくと、こんな感じですね。ちょうどね、杉の、板張り、外はね、杉の板張りになってるんでしょうかね。もう随分こう古くなってしまって、グレーっぽく色が変わっておりますが、こんな感じになっております。これが等々力駅のですね、書いてある看板みたいになっております。こちら、北側からのホームの様子ですね、再び。駅舎はこんな感じですね。やっぱりね、杉板張りになってるんでしょうか。本来であれば、夕日をバックにシルエットを写したかったんですが、いや、夕日は残念ながらね、撮れなかったんですけども、この海の色、空の色と、をバックにしたこの等々力駅というのもなかなか味があるんじゃないでしょうか。いやね、ここまでね、今日ね、ほんと何時間車運転したかわからなかったんですけども、かなり疲れていたんですが、この風景を見たことで、ちょっとね、心が洗われてるというかね、ちょっと寂しい気持ちになって、センチメンタルな感じになってきました。なんでしょうね、こういう秘境駅ってね、こう見てるとね、センチメンタルな気持ちになりますが、橋尾さんはそういう、駅が大好きですね。また来たいと思っています。今度はね、五能線に乗って来たいと思っていますが、ちょっとね、降りてね、取材することはできなくなっちゃうんだと思いますが、まあ、こんな感じで今回の旅行を終わりにしたいと思います。それでは皆さん、最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。